確かに。じゃあじゃあ行きますか。はい。よろしくお願いします。逆アングル系で。これがちゃんと取れてるかな。おいいね。第一室。はい。じゃあちょっとこっちから行きますか。これは、秋です。あ、なんか体感。おお、ガラスと、あ、下のなんか熱の手を入れてみて、やっぱ熱感じる。やっぱガラスの方が、じゃあ熱がそんだけ通るってことですね。うん、断熱フィルム、あ、自動で切ります。よし。この辺が見える。あ、工場か。工場。よし、これでメインだとかあります。あ、ポテト入り焼きそばの写真、あ、名物。ソースカツ丼とか、これは一応足利の名物系の。で、これはソースカツ丼。そう。ここがうまい。足利ロマンって書いてますね。じゃあメイン。そこ、扉がこれもともと足利銀行なんで、見てください。金庫の分厚いその扉、ね。これ本物ですからね。こっちから取れば。本物の金庫だ。で、このジョー君の、はい、じゃあメインの、かつては足銀の貸金庫でしたってこう書いてありますけど、本当の金持ちの個人の貸金庫。なかなか貸金庫なんて、これ完全にこの部屋の中ってもう本当にルパン三世とか、うん、そういう映画の中でしか入ることは普通はできない、銀行員しか入ることもできないこの空間。上細くてこれ下は、あ、でかい金、より金が入る。もともとこれなんか画面できたんですけどね。調整中。調整中。はい。奥に、ね、ここから足利の順路って書いてありますよ。すごいですね、馬の顔が、動きが。こういうのってなんか金属探知機とかでこう出ても分かんない感じがしますけどね、見る人かも。よし、次の部屋。なんか足利にゆかりのある人の有名人みたいな、こういう、まあ、多分知らない人が多いかもしれないですけど、あ、堀米エンター、八木節の、
もうこの辺は全然わからないですけど、これは元々なんかの足利のなんかあれあったんですかね。あ、そこのエリアがそうか、うん、知ってる。あ、この辺ですね、うん、さっきのフレッセとかの裏あたり、うん、どうぞ。で、ラストエリア、あ、この辺のなんか年号とかもこれかなりこうつきますか。あ、つかない。でも大丈夫です。これこの辺もなんかもう近年のそういう。あ、取りただけ第一室を学んでます。これ足利銀行の。おお。そうですね。この看板とか、うん、足利代理店すごいですね。大体この辺の市長から僕知ってるんですよ。うん、そう、死んじゃいましたけど、これの息子ですからね、今の市長って。あ、そうなんですよ。時は経って、ほら。あ、早川。そうです。すごいですね、歴史が。その前にこの早川さんって方なんですか。あ、でもこれなんか市長じゃないんですよ。あ、回答って書いてある。はい。うん、まあいろいろこう足利の歴史が見えますね。はい。ということでこの辺でこれが足利の足利銀行本店地下の足利ミュージアムっていうところでしたっけ。じゃあはい、これで終わります。はい。はい。